吉若菜です。まゆなです。ひょうかです。ぴょん吉社長です。4人合わせて4アンダーです。慣れてますね、はい、いつも通りの、はい、やったことないけど初めてやったけどいつも通りのやつ、はい、4人で YouTube 活動してる4アンダーの皆さんです。4アンダーです。4アンダーです。もう一度ちょっとお名前と、まあ、簡単に一言お願いします。若菜です。滋賀県出身でみんなで YouTube をやってますって感じです。若ちゃんですね。若ちゃん、はい、あ若ちゃんって呼んでください。若ちゃんよろしく。若ちゃん、若ちゃん、岐阜県出身のまゆなです。今日はみんなで楽しく撮れるように頑張ります。お願いします。まゆなさん。まゆなさん。まゆなさん。愛媛県出身のきょうかです。愛媛県のアイドルじゃないです。愛媛県のアイドルです。お願いします。きょんちゃんです。きょんちゃん、はい、きょんちゃん。大阪府から来ましたぴょん吉社長です。社長やらしてもらってます。よろしくお願いします。新婚さんいらっしゃいみたいな言い方。社長、はい、社長ですね。はい、お願いします。関西から、はい、まず今日は遠いところありがとうございます。概要欄に4アンダーさんのチャンネルの URL も貼っておきますんで、チャンネル登録をお願いします。これからどんどん伸びていくチャンネルなんで、はい、ぜひお願いします。すごい面白いこといっぱいやってます。ありがとうございます、はい、今回なんですけどリンゴルフはアレンジマッチプレー対決っていうのを今やってまして、はい、まあ、あのちょっとせっかくなんで普段は1対1なんですけど今日4人いるってことで2対2のダブルス、おっ、よっしゃ、はい、をやりたいと思ってます。はい、はい、で、最初のホールから8ホールまではリンゴルフで2回、はい、2ホールずつ流させてもらって、最終ホールを4アンダーさんの方で、いいんですかそんな美味しいところを。いいです、全然もう大丈夫で、せっかく関西から来ていただいてますんで、はい、で、リンゴルフの4本目と、はい、あの4アンダー その最終ホールが同じ日に流れるんで、はい、はい、わかりました、見てください、みんなもちょっと楽しみに、スマホじゃないです、嘘さは。で、この対決なんですけど、勝ったら5万円を、勝ちチームに5万円ということです。何買おうかな、はい、何する、焼肉、立ち焼肉おごりや5万円分、うん、とこ行ける、旅切るで、ちょっとチームを決めなきゃいけないの で、まあグッドパーで行きますか、行くか、まあ、結構大事、ここ大事や、誰がいいかな、誰でも一緒かな。グッドパーで分かれましょう。おー、頑張ろうな、手汗やばくてごめんな。いやいやわ、マジでごめんな。いやいやわ。ルールがちょっと特殊でポイント制になってます、はい、勝ちホールにポイントがつくような感じになってまして、はい、まあ、ボギー以上だと0ポイントです。パーの場合は1ポイント、ね、パーってで、バーディーだと2ポイント、よし、イーグルは5ポイント、おい、もうちょっとちょっとダブルスなんでチャンスあるかもしれない、はい、アルバトロスとかホールインワンは10ポイントになります。ほぼ勝ち、あ、アルバトロスとホールインワンしたらいい、買ったなこれ、うん、ありがとうございます。ホールインワン企画でホールインワンしてますもんね。そうです、 あれ早かったっすよね、入っちゃいました、すいません、ね、マジで本当にやばかったな。8球目ぐらいで入ったよね、確か8球目で入った、はい、そう、まあだからあるあるかもしれないです、あると思っておいてください。はい、ありがとうございます。最後の最終ホール、はい、4アンダーさんの方で出す最終ホールなんですけど、こちらはポイントはダブルアップになるんで、まあ、ちょっとギリギリで負けてても勝つチャンスが、はいはい、最後までわからないと、はい、絶対勝つぞ、勝つし、チームごとで行っていきます、絶対勝つぞ、完璧やろ。負けないぞぞ、おかしいな、もう負けたわ、負けてるな。チーム名はね、今日たまたま同じ服着てるんで、チームワックで、チームワック、はい、ワックで行きたいと思います。 I love ワック、いっぱいです。ということで、チームワック勝ちます、はい、よろしくお願いします。勝つ気しかありません。ありがとうございます。やってくれると思います。ありがとうございます。ます。来ました。はい、チーム作業です。作業です。まあこっちの方がね、付き合いはね長いから、うんうん、15からね一緒に生活してるんで、ああ、なるほど。はい。まあ出会いはね、まあ小学校ぐらいから一緒にやってます、え、小学校からなんですか。はい。はい、なんか試合行ったらいたから、いたとか言うな。なので、まあね、力合わせて頑張ります。わかりました。じゃあ先行後攻じゃんけんしますか、それともあっち向いた方にしますか。あっち向いた方、絶対あっち向いた方、最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ、あっち向いてほい、じゃんけんほい、あっち向いてほい、うわあ、あっち向いてほい、イエーイ、負けたことにも気づかんかった今。分かってる、いいよいいよ、
最初譲るわ。安心させて。で負けた方がどっちか決めてんの。確かに。なんでやねん。まんまとやられた。お願いします。よろしくどうぞ。こちらこそ。ちょっと。よし。よいしょ。いいよ。いいよ。フェアウェイ。全然フェアウェイ。ありがとう。フェアウェイいける？フェアウェイ。ゼブラで。ゼブラ狙いで。ゼブラ狙い。ゼブラ。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。します。まあ、ラフやけどな、えんちゃん、まあ、えんちゃん、まあ、ハンデ、ありがとう、いいよ、よろしくお願いいたします。頼むで、お願いします。フェアウェイに行かしてあげてや。了解。OK、よいしょ、よしょ、あれっぽいな。じゃあ、フェアウェイ採用。ありがとう、お姉さん。お願いします。あー、大丈夫。あれはもう、カット。カットやから。そう、ダブルスなんで。出すなって。それどちらさんやろ。きょん？あのボールは誰の？ちょっと先行ったボール。私です。私採用になっちゃいました。嬉しい。リード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 、15ヤードリードリードリード。うるさいな、ほんまに。ちょっと上げてみてよ。よし、前におるからね、安心感も抜群。そうそう、ペラったけど、帯じゃないわ。ちょっと右ですね。はい。いい、これで。これいいよ。いいんじゃん。ちょっと左か。ちょっと弱いか。上げたいかも。お、上げてるらしいです。ちょっと大きめでいこう。ちょっと大きめで。17。もう打たんでいいぐらい寄せてもらってもいいよ。うん、了解。よくない？ナイスー、ナイスです。え、上げてますか？うん、まあ、振り上げ、うん、あ、いいじゃん、振り上げか。オッケーオッケー。あー、まあまあまあ、一歩リード。うん、乗ってる分ちょっとあれですよね。そうですね、乗ってる分リードで、ここで2ポイントを取っときたいね。バーディーですよね。バーディー2ポイントです。はい、5ポイント取れんかったな。あ、次のホールで5ポイント狙いたいと思います。イーグル取りたかったな。まだまだチャンスはまだ始まったどこやからな。そうやな、うん、まだおはようって感じ。はい、おはようございます。おはようございます。入りそうやな。入ったな。うわ、うん、え、これ安藤さん得意のアプローチじゃないんですか？そうよ、よく撮影でぶち込んでる。入ったらごめんな、本当に。入ったらほんまに反省してなんぜ、うん、ちょっとまあ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 、あ、マーク違う、これ使うの。はい、マークします。お、オリジナルじゃないですか？そう、これ裏もほら可愛いです。4色あるんですよ、それぞれの色の。売ってるんですか？まだ売ってないです。あ、これからですか？売れたらいいか予定わかんないけど、あの、自己満で作りました。これラインどうする？下りのラインどうする？ふじゃね、下りふくふすじゃね。あ、ふうあるかな。アップ1杯ぐらいでいくわ。いる、いや、すじゃね。マークちょっとこっち置いてな。はい、多分スライスやと思うよ。うん、上りの上りスライス。無理やん、あんまりマジで聞いてみ。
あんまり福祉最後だけっぽい。パター下手やろな、あいつ。そういえば、そういえばだ。ストレート曲がらんかったな。スライスしたよな。いや、まっすぐや。スライスやん。オッケー。いや、ここに出たな。オッケー。ごめん。これもオッケーやろ。なあ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 。ノッケー、ノッケー。ノッケー。はい、ありがとう。はい。あかんなあ。忘れてた、パターうまいくないの。そう、忘れてた、2人ともパターそんな。ほんまに良くないの。あー、そっか、最初にいただいた得意クラブで、確かにパターが得意な2人がチームにあって、あ、そんなにパターは得意じゃないけど、まあ、どっちかってショットの方が得意な2人がチームになっちゃったんで、まあバーディー数で言ったら分かんない。どっちなんやろ。向こうに本気出されたら怖いわ。せ、乗せたら勝ちやもんな、前田さん。寄ったらな、乗ったら負けやわ。今気づいた、忘れてた。忘れてたな。自分がパター下手くそなこと忘れてた。汗汗汗汗。狙い目言ってくださいね。あの奥のバンカーの右ぐらいに受けたらいいかなって。はい。思います。いいフェードですね。完璧。完璧よ。言うてたやつよ。狙、まあ狙ったから行くに決まってるよな。か。必要ないけど行こうか。先輩。イエーイ。お兄さん、どんぐらいかな、じゃあ。どん、それにぐらい。どん右？どん右で。フェードやからどんどん進めてよ。はい。いや、バイクは届くんじゃん。いや、そんな当たってない。ごめん、全然もうちょっと右で謝らんとってよ。いや、完璧。もうナイスです。いいフェードです。さよ。狙い通りですわ。完璧やわ。すいません、いいとこ取っちゃって。かっこいい。これじゃあ私のなんで拾うわ。前けど見た方がいいですね。だってちょっと埋まってる。ピンまで270なんやけどね。その間の川が分からんのよ。220でエッチ。けどフォロー。お、え？これ50ヤードもある？え、エッチな？あ、いや、多分150ぐらい積んでいいと思うわ。140ぐらいで刻みます。はい、一番アイアンでいきます。うん、まあ良さそう。もう必要ないけどね。ちゃんと同じ番手で行きます。すでもうバックスイング始まってましたよね今。オッケー、ナイス。すごい、2人とも真横やで。距離一緒やね。だって合わせたんです。あそこ集合な。あ、今のいきなり上げてきた。いや、さっきフォローやったのに。エッチ手前のエッチ220ぐらいなんで、とりあえず3番で行けるとこまで行きたいと思います。作戦は行けるとこまで行く。あ、消えた、消えたね。消えたけど、消えたけど大丈夫そう。行けるとこまで行きました。あ、オッケー、はい、オッケー。まあまあ相方に一人いてるんで、いや、怖いよ。大丈夫だよ。お互い言うな。おーい、これはいった。強い球。オッケーオッケー。オッケー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 。完璧。作戦通りですね。ですね。ちょっと失敗して、ナイスショット打つ。ちょっと失敗。何も喋んな。当たり前やん。フルショット。イエ。飛距離はワックチームの方が有利っぽい感じですか。え、なんかあんま変わんないです。そうなんですかね。明らかにこう戦略が分かれたから、ちゃんと当たったらみんな飛ぶんですけど、多分。あ、じゃあイケイケどんどん精神で。なるほどね。向こうはもう
しっかり一打一打って感じだって。賢いんで、頭いいから。賢いんでこっち、頭いいからこっち。ちょっと何も言うけど、うん、違う、うん、ちょっとでもね、届く可能性があったら狙います。なるほど、もうどんどん行きます。はい、どこがいいですか。平らの方にする。うん、こっちかな。8番アイアンで行きます。135ヤード、はい。うん、いいよ、決めていいよ多分。うん、同じく8番アイアンでいきます。うん、よさそう。ついてないぞ。短いかな。はい、ワンピン。はい、2人ともワンピン。ねえごめん、ピン何本入ってる。31やって。40ヤードぐらい打たなかった。50って決めて。53度で、はい、ピンまで50ですね。短くね。何してんの。ですよね。刻んだ。なんで刻めてる。左行ってくる。いい勝負ぐらいのとこ。あ、まあ、同じぐらいですわ。はい。いやー、ここまで来たのにな。あんたやって。おかしいな。あんたやって。いや、だからおかしいな、言うてんねん。おかしいわ。うまいな、同じぐらい。入れるよ、いい？お先ね。お先です。それまあ OK やね。いや、まだだって前なら打ってないから。邪魔やろ。いける。あの、重いから強めに打った方がいいわ。めっちゃ違うよ。うん、違う。それ近いじゃん。これ OK？ 今日の方 OK だよ。はい、ありがとう。4歩下りスライス。ラストでは入れて、うん、もうええで。ここらでちょっと一点いっとこ。ここで一発ホームランってやつ。何の？ちょっとわからんから無視。ちょっとわからんかったごめんな。仲間あれ？ちょっとわからん、難しかったボケが。曲がってお願い。しゃー。ナイス、はい、イエーイ、ありがとうございます。よかった、浮かんでよかった。ちょっと強かったからドキッとした。ありがとうございます。まあ2ポイント、はい、2ポイントで、まあね、あの狙った結果っすわってことにしていきましょう。です。